いやでもそのプライベートなところで言うと、いや実はでもこの話一旦これこの回で区切った方がいいですか。例の2人の話。あ、いいじゃないですか。いや実はプライベートなところっていうので、前回前々回出てくれた沢橋さんと吉田さんが、田島さんって分からなくないですかってプライベートなことを聞いてほしいです。もう私が聞いてる田島さんは家で寝てるか、家でネット見てるか、家で田島アナウンサーの内面を知って、サラリーマンとしてすごい優秀だと思うんですけど、その一面しか見たことないんですよ。折れば何か出てくるのか、何も出てこないのかみたいな。いや実はプライベートなところっていうので、前回前々回出てくれた沢橋さんと吉田さんが次誰がいいと思うって聞いたら、どっちも田島って言って。嬉しい。なんでだと思う？田島はよくわからないから。いやまさにそれ。田島のプライベートが見えなさすぎると。ああ、そうですか。うん、誰だったかな、報道部のある記者が言ってたのは、部屋は暗そうと、日光は入ってない部屋ですね。多分ね、電気あんまつけてなくてカーテン閉めてるみたいなイメージ。いやー、それに近いですね。実際何してんの、家で？お家でですか？お家言うの可愛らしさ。でも本当基本的にはスポーツ観戦ですよ、テレビで。これまでの歴代のスーパースターたちのスーパープレー集を見たりとか、あとプロ野球をちょっと久しぶりに見てみようかなと思ってつけたりとか。本当にそれしかしてないの？いや、それしかって言われると、だって休みの日24時間あるんだよ。いや、そうですよね。まあいろいろしてます。やかましいわお前。ちょっと待って、それプラスアルファ教えてよ、他に何してんの？あと最近ほんとマイナーなスポーツとか。何？フライングディスクとか、投げ方とか。どうすんのそれ？分かんないですけど。いや、そういうのをちょっと見てみたりとか。何ですか、もうネットサーフィンですね、いわゆる。じゃあ本当にだから画面を見てるんだ。もう画面ですよ。でも言わないよね、その話を。でもそうですね、昨日見ましたとか。最近誰かに自分からなんか話しかけたことある？仕事以外のことね。仕事、記者にかけましたよ、記者に。それ仕事の話やろそれ。いや仕事しますしますします。プライベートで、いい車買ったんだねって話です。社交辞令か。そっから話広がらんやろして。そうですけど、確かにないですね。これなんでなんだろうなっていう。いや俺ちょっと前々から思ってたんだけど、お前プライベートでさ、俺と会ったら話しかける？例えばショッピングセンターとかで俺家族でこう歩いてるとするじゃん、で田島がちょっと遠いところから姿を見かけました。で俺は気づいてないです。どうする？逃げますやろ。絶対そうだと思う。絶対話しかけんなと思ったもん。ルート変えるよね。はい、ルートを変えて、なるべくもう本当に見えないところに行きますね、間違いなく。絶対そうだよね。あったらちゃんとお疲れ様ですっていうの。いや本当に目があったらいいです。他のアナウンサーと喋るの？俺は結構田島と喋ってる方だと思うんだけど。そうですね、多分年々喋る量減ってるかもしれないですね。言葉を失ってるの。オンエアで出す分とプライベートでも1日の総量決まってる。いや坂本さんと出会ってから急激に喋るようになって、今野さんとかとも喋るようになって、同じスポーツ班だったじゃないですか。そこからだんだん下がってきてますね。ていうかお前お疲れ様ですって言わねえだろ。いや、います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 。お疲れ様ですって。いや絶対これも言おうと思ってたんだけど、田島はこうすれ違ったらちゃんと会釈はするんだけど、すごい小さい声で。いやいや、もっと大きめのスーです。もっともっと大きめの声で。さあ田島さん、次誰がいいと思いますか？次は中道アナウンサーどうですか？その心はないんかいからです